女性の口紅はなぜ赤いのか、なぜ女性だけつけるのか。一般的には口紅は約1万年前からあったとも言われてます。それは我々の本能が関係するのかもしれません。今回は雑学の話です。でもこの話はあまり女性の前ではしない方がいいかもしれません。こんにちは、 M です。今回はいつもと違った形でシミュレーションしてみましょう。今日はいつもより赤い口紅つけてるんだね。そういえばなぜ口紅は赤いのか知ってるかい？遺伝子ってあるだろ、生物の設計図。その遺伝子情報の総体をゲノムって言うんだけど、人とチンパンジーのゲノムは 98.7% が一致してるらしい。違いはたったの 1.23%。 そのチンパンジーのメスのお尻には性皮と呼ばれている部分があるんだ。人間の箇所に例えると、ちょっと言えないんだけど、この部分が発情すると赤く染まるらしい。発情期は妊娠しやすいらしいんだ。まあわかるよね。そしてその部分は次第に赤みを増し大きく膨らんでいくらしい。そして発情期を過ぎるとたちまち小さくなり赤みも失われる。チンパンジーのオスはその赤いものを見て興奮するんだ。では人間はどうだろう。直立し服を着ることでその部分は隠れてしまう。もうわかるよね。人間の女性が赤い口紅をつけるのはチンパンジーのメスのお尻の信号を体の前に映しただけなんだ。いや、恥ずかしがらなくていいんだ。これは学術的なことなんだよ。人間は直立したことで生殖器が隠れ、体の前面に性的な信号が必要になったんだ。そこで口紅というものが考え出されて今でも使われてるんだ。特に口紅の色には性的なメッセージが込められてるんだよ。そして彼女は出て行った。ゴリラの話もしたかったのに。ゴリラのメスには赤く腫れるような場所はない。だからゴリラのメスは自分から誘うんだ。だから誘われるまでわからない。どちらも言えることはメスが発情しない限りオスも発情しないということさ。どうも M です。ちょっと今回趣向を変えてみました。いかがでしょうか。あくまでも説なので、もし不快に思われている方がいらっしゃったらすいません。今後こういう雑学的なものも出していきたいと思います。やはり赤色は官能的で挑発的、誘惑的な色であると言われますし、ただ古代では鳥居と同じように魔除けのため、とそういう意味合いもあったみたいです。ちなみに私が好きなのは真っ赤よりも少しピンクよりが好きかな。皆さんはいかがでしょうか。そして赤は元気がつく色と、女性は口紅を塗ってやる気スイッチとか入れたりするんでしょうね。もしこの動画が気に入っていただけたのなら、良ければチャンネル登録お願いします。そうでないと多くの動画に埋もれてしまって、もう二度とお会いすることはできないかもしれません。それでは今回はこの辺で。